最近そのコロナ禍になってSNS をやらせていただいてた時に人に聞くやはり私自身の体験もそんなに数がないんで、はい、人に聞いて人にお話ししてたんですけども、その中でゾワッときたお話が一つありまして、はい、お話しさせていただきます。お願いします。九州地方に住む仮に A さんとしますけども、その A さん、私と同年代50代なんですけども、幼なじみと久しぶりに会って夏だって言ってましたけどもね、深い時間まで楽しく飲んだらしいんですよ。うん、そうして、じゃあ帰ろうかって言って、商店街を2人で歩いて、千鳥足っていうんですかね、帰ってたら途中でお手洗い行きたくなったんです。うん、そうしてトイレ、コンビニとかがなかったんで、本当は良くないんですけど、田舎町らしいんですけど、その商店街から1個筋入ったところ、小道入ったところにすごい細い道があるらしいんですよ。うん、じゃあ、そこで用を足そうって言ってそっちに入って、その A さん、人気のないところを探して用を足していたらしいんですよ。あれ、あいつどこ行った?その幼なじみ。キョロキョロ探したら、ちょっと外れたところにいたんですって。うんうん、で、そっちに行くと、そこって、その住んでる人もあんまりわからない祠があるらしいんですけども、そしたらその祠の扉がついてるんですけど、それ開けて、中お地蔵さんらしいんですけど、うん、そこに向かっておしっこをかけていたらしいんですよ。何罰当たりのことしてるんだ。幼なじみ曰く、受けると思ったらしいんですよ。悪ノリですよね。昔からの仲がいい、久々に会ったらしいんで。よくないですね。よくないですよ。それで、その日は終わったらしいんですよ。うん、で、翌日だったかな、その幼馴染の方が歯医者、行くことになったんです。定期的に通ってたらしいんですけど、歯医者に行って、ちょうど治療しなきゃいけないところ治療したんですけど、うん、皆さんも、周囲さんもないですかね、治療した時って、削ったりしたら、そこが違和感あって、舌で、ペロ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 その歯の治療したとこを舐めるときってありますよね。はいはいはい。そこばっか気になっちゃうんですよね。はい。で、そんな感じだったらしいんですよ。そして、すぐまた歯医者で見てもらえばよかったんですけど、たまたま忙しくて歯医者行けなかったんですよ。うん、その間もずっと仕事などしながら、舌でちょっと違和感ある箇所をベロ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 していたら血が出てたりしたらしいんですよ。唇、うん、舌切って。そして、ある日から紫色に変わってたらしいんですね。うんうん、それぐらい舌が切れていたらしいんですよ。そしてようやく1ヶ月ぐらい経って、歯医者さん行けることになって見てもらったら、歯医者さんが、これはもう無理。うちじゃ無理ですって言って、まずは耳鼻咽喉科行きましょうって言って紹介してもらって、すぐその足で耳鼻咽喉科行って見てもらったら、うちじゃ無理。はい、そして紹介状書いていただいて、大学病院に行ってくれって、でっかいとこですよ。なんすか?行ったら、結局、舌がんだったらしいんですよ。舌でペロ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 切れちゃって、菌が回っちゃって、結局、舌がんで、脳の方にも少し、まだ50代つって若くて行っちゃってたらしくて、その後早くして亡くなっちゃったんですよ。そして、そんなすごいですね、なんて話をしていたら、この話何がすごいかって言ったらね、おしっこかけていた、用を足していたそのお地蔵さん、祠の中にいて、それって身代わり地蔵だったらしいんですよ。はい。それ、吐いた地蔵だったらしいんですよ。歯の治療とかそういうところの身代わり、そういう治療行く前にそこにお祈りするところだったんで、おそらく、お地蔵さんがお怒りになって、結局死にまで、引っ張ってったんじゃないかっていう、祠の中にあるそういう、なんていうんですか、身代わり地蔵に、そういう罰当たりなことをして、おそらく亡くなってしまったんであろうという、そういうお話でございました。本当に時期的なもので、偶然という可能性ももちろんあるんですけども、やっぱりね、ただでさえもうね、外でおしっこなんて良くないのに、ましてやもうお地蔵様にっていう。そうなんです。で、それが、身代わりの吐いた地蔵だったっていうお話を聞かせていただいて。お地蔵様っていうとね、やっぱり街中にあったりとかして、微笑ましい顔でね、で、子供たちの守り神なんていう側面もあるので、優しい神様って皆さん思いがちなんだけれども、でも本当にある意味、すごく気をつけないと、やっぱりこれこそ罰当たりのことをしてしまうと良くないっていうね。だから力が強いものなんだって話よく聞きますよね。はい。まさしくその。はい。いや、でも大変で、そんなに大変なことになってたんですね。はい、そうなんですよね。で、歯医者さん曰く、そんなに悪いあれじゃなかったらしいんですけど、ずーっと舌でベロベロ、ペロペロなんか歯を舐めていて、そこから傷が入ってっていう。いや、なんか本当言われましたよね。歯だけは、放置してても、絶対に良くなることなんかないから、うん、うん、とにかくもう歯医者さんは早めに行った方がいいよなんて話もありますけどね。はい、大好きな野球選手が、偉大な成績を残してる方なんですけど、やはり歯、打つときってすごい力があって、ボロボロだけど、歯を矯正したりしたら、噛み合わせですよね。そうですね。成績が上向くとか、やっぱ歯は大事なんだなっていう。いやー、でまたね、その犬とか猫の場合ってね、歯がちょっと衰えてきちゃうとね、すぐにこうね、まあ、寿命の方がっていうこともあってね、どんどん抜けていくと切なくなってきますよね。そうですね。私もペット飼ってたんですよ。いやー、まあちょっと、まあ罰当たりなことですよね。そうですそうです。うん、本当にやっぱ良くないなっていう。皆さんもお地蔵さん見たら何もせずに、まあご苦労様ですぐらい言った方が、なんかまあいいこと起こるんじゃないでしょうかね。なんかまあそのおしっこの話なんですけどね。まあもちろんトイレでするもんじゃないですか。はいはい。時々お風呂でしちゃうとか。あとなんかこうね、人によってはなんか遠く行くのめんどくさいからじゃあもう洗面所で済ましちゃえとかっていう人いるじゃないですか。時々いますいます。あれって一応開運的にもめちゃくちゃ NG なんですよね。あ、そうなんですか。はい。まあ階段というか、まあ僕が実際に、デビュー当時あったお話なんですけれども。デビュー当時って20年、はい、じゃあそうですね、20年前、当時、僕が入ってた事務所、まあもう養成所から入ってたんですけど、はい、卒業しても入られて、で、ほぼ最初ぐらいの仕事だったんですけど、まあ心霊スポットに、若手芸人と、まあグラビアさんで行くみたいな、まあ企画がございましてですね。まあそれは番組自体がまあそういう心霊番組というか、で、僕とその、グラビアアイドルさんでロケに行くんですけど、その先が、首なし地蔵という曰くのあるお地蔵さんがありまして、はい、その曰くっていうのが、まあ、トンネルの脇に、そのお地蔵さんいるんですけども、何度直しても車が突っ込んでくる。そして、突っ込まれたお地蔵さんが首が取れちゃうと。そっか、乗せて直せても、また突っ込んできてポロって落ちちゃう。その通りです。はい。で、一応まあトンネルで事故が起こらないようにっていうことで、そのお地蔵さんを置いてるんですが、そこにまあ事故で突っ込んできてしまうので、もうそのまま直さないでという、置いてあるっていう地蔵さんなんですね。はいはい、で、まあその地蔵さんの首のない首のところを触ると、死ぬという噂があるので、まあ取材してこいというか、はい、まあ取材してくるというお話で。まあロケ自体はまあ普通に、ワーキャーワーキャーしながら若手芸人とグラビアさんのっていう感じの楽しいロケだったんです。なんで、まあ一通り、まあ終わりまして。で、まあロケの時には、まあもちろん触ったりとかそういうのはしないんですけれども、そこに同行していたディレクターさんが、もう結構イケイケ、20年前なんで当時、イケイケのディレクターさんで、こんな噂嘘だよみたいな。なんでもないよなんつって。で、触り出したんですね、その、地蔵さんの首を。自分で。はい。ほらほら、お前らも触れよみたいな。で、その場にいた、グラビアアイドルさん、まあ、メイクさん、カメラさん、照明さん。まあ、それ順に触ってたんですね。みんなで順に、まあ、ディレクターさんの言うことだったんでね。ただ、僕と、グラビアアイドルさんの、マネージャーさんと、ロケバスの運転手さん、この3人がですね、アイドルが大好きでですね、その脇でアイドルの話をずっとしてたんですね。さっきみたいな感じですね。さっきみたいな感じで。で、まあ、お前らも触れよって言われてたんですけど、まあ僕らはそれで免れたというのもおかしいんですけど、まあ触らなかったんですね。話盛り上がってたんで。まあいや、じゃあまあ帰るか、みたいな。で、まあロケ終わったんで普通にロケ車乗って帰るんですけど、まあ途中でまあメイクさんと、照明さんが、まあ、まあ戻るよりも途中で降りて、まあそこからすぐ近くのところに降りて、まあタクシーで帰った方がいいっていうことになったんで途中で降りたんですね。はい。で、タクシーに乗って帰られて。で、うちらはまあ、そのまま、局の前まで行って、で、そこで解散ってなって。で、その時解散するときに、一本電話が来まして、うん、で、さっき別れた、照明さんと、メイクさんの会。タクシーに乗ったんですけど、後ろからトラックに突っ込まれて、事故にあって、ちょっと今、入院してると。え、結構じゃあひどい事故だったんですね。はい、まあ、結果から言っちゃうともう2人とも亡くなっちゃったんですけど、はい。普通にトラック、もうぐちゃぐちゃみたいだったんです。まあ僕は見てないんでわかんないですけど。で、まあその時はそのお地蔵さん触ったからっていうのは、まあ僕らはまだ気づいてないっていうのもおかしいんですけど、まあそこが因果関係あるっていう感じにはなってなかったんで、まあそういう事故もあるんだねっていう話で終わったんです。で、その後、まあ2週間後にスタジオ撮影があったんですね。まあ要は撮ってきた VTR 見ながら、まあこうだ、ああだっていうスタジオの撮影あったんですけど、その2週間前のその1週間前、いや、だから、ロケからの1週間後、アイドルさんのマネージャーさんから僕に電話がありまして、はい、うちの、その、一緒に同行したタレントが行方不明だと。で、まあ1週間前なんだけど、スタジオもしかしたら行けないと。どうするみたいな電話がありまして。で、僕に言われてもと。まあディレクターさんに言ってですね。で、どうやら協議の結果、まあそういう心霊番組だから、そういったことがあった方が、盛り上がるんじゃないかと。まあそれも含めて、そうですね、エンターテインメントみたいなことでこう放送しちゃおうよっていう。しちゃおうよという。まあ当時イケイケのディレクターさんだったんで、はい、そうかっていう感じで、まあまあそれはそれで終わったんです。で、まあどんどん、まあ収録が近づくにつれ、今度また連絡がありまして、その触ったカメラさんが、バイク事故で、また亡くなってしまったと。亡くなっちゃったんです。で、そこでいよいよみんな気づき出して、あの時のロケで首触ったメンツがみんないないぞと。結局残ってるのはそのイケイケのディレクターさんだけ触ってて。でもやっぱりそこでもすごいんですね。全然イケイケのディレクターさんはやめずに中止せず、それもなんかエンターテインメントとして面白いと。やるぞと。で、スタジオ収録の当日迎えまして。で、まあまあ某局の、まあ某スタジオなんですけど、はい、まあ僕前室で、当時喫煙とかもできたんで前室で、まあみんなタバコ吸ったりとかいろいろ物のくつろいでる時に、そのスタジオの方からドカーンと落としたんですよ。はい。なんだと思って。したらまあ女性スタッフさんがキャーっつって、いきなりダーンと出てきたんですよ。なんだなんだと思って。まあまあよくある現場だと思うんですけど、まあ、偉い人はぶち切れたのかなみたいな最初思ったんですけど、だからそうじゃなくて、警備員が5人ぐらいが一気に入ってきて、なだれ込んできて、はい、これなんだと思って。で、ついに僕らもちょっと入ろうと思って、まあそこにいたスタッフさんとかと、前室にいたスタッフさんとかと、スタジオの中入っていったら、警備員さんがもう入らないでください入らないでくださいってもう泣きそうな声で言ってるんですよ。はい、来ないでくださいって言った、その脇から見たら、血がブワーって池のように流れてきてて。下床一面に。あんなのは本当にホラー映画かっていうぐらいの本当に一面に当てて。で、これ尋常じゃないなと思って、すぐその誘導に従って外出たんですよ。で、まあ、何時間か行ったら、まあ、警察の現場検証とかも行われたんですけど、まあ、結局何があったかっていうと、絶対落ちるはずのないスタジオの照明、何百キロとある照明が、そのディレクターさんの頭めがけて落ちたらしいんです。まあこれ、まあその後どうなったかはまあさすがにご想像はつくとは思うんですけど。それで、まあ本当あったんですけど、まあ、そのスタジオは閉鎖されてるというか。あ、そうなんですか。はい。昔は、その局の養成所みたいな、役者さんの養成所みたいなのがあったところだったんですけど、今はもうまっさらの更地になってて。で、今のその首なし地蔵の怨念っていうのは、本当にあるんだなっていうお話です。20年前に実際に経験された話なんですもんね。はい、ごめんなさい、首を触った方っていうのは、はい、結局何人いらっしゃったんでしたっけ？5人ですよね。そうですね。ディレクターさん、照明さん、そうですね。5人で、2人はタクシーでその帰りに事故で亡くなってしまって、カメラマンさんはバイク事故で亡くなってしまって。グラビアさんは上から照明が落ちてきて亡くなってしまう。で、もう一人のそのグラビアアイドルの方は行方不明っておっしゃいました。そうですね、失踪してしまって、その後見つかったりとか見つかってはいないと思います。いまだになんですか？はい。それもネットニュースでなんかなってましたね。当時ヤフーニュースじゃないですけど、なんかそういったので。となると全員に何かしらっていうかもうなくなってしまわれてる話なので、はい、ですよね。だって照明ってね、もちろんすごい重たいものが上にあるから危ないんですけど、はい、しっかり留め具で留めた後に安全のためにちゃんとワイヤーでぐるっとこう、もしそれが落ちてしまってもちゃんと落ちないようにっていうことってなってますよね。なってますね。確実に絶対落ちるようなもんじゃないんで、あれは。なんならもう何にもない鉄パイプがいきなり折れるみたいなもんなんで。しかもそれがその型の頭上にちょうど落ちてくるっていう。そうですね。すごいことですよね、確率で言ってもね。ドカーンと溶かして。これもさ、はい、20年ぐらい前っておっしゃいましたよね。はい、その番組って地上波だったんですか？地上波ですね、おそらく。まあお蔵入りになっちゃったんで何とも言えないんですけど。あ、そっか。じゃあ放送自体もされなかった、結局されませんでしたね。さすがにもう局を挙げての隠し事というか。ちょっとごめんなさいね。これももちろんP 入るやつですね。はい、局と番組名とかって覚えてます？番組名はちょっと思い出せないですけど。ちょっと特番だったってことですか？そうです。特番で夏場にやるようなやつで。ゴールデン深夜。おそらくゴールデンでやるのか、まあちょっとそうですね、ゴールデンでやるんだと思うんですけど、まあもう P 入るんで言っちゃいますけど、スタジオのところで、当時なんかそこ当時養成所があったんですけど、そこの跡地があるんで、そこで当時バラエティも撮ってたんです。今ドラマしかほぼやってないと思うんですけど。わかります。特番とかのやつやってたスタジオがあったんですけど、あそこが今もう更地にはなってると思うんですけど、そこですね。あれが要は更地になった理由はその事故があったからです。はい。めちゃくちゃ有名な、はい、バリバリ使われてる。そうですね。あのスタジオじゃないですか。あのスタジオ。で、その後、いわくつきにね、最近でもないですけどね、飛び降り自殺があったりとか、未だにその怨念があるんじゃないかっていうのはありますよね、あそこは。ごめんなさい、よくその首なし地蔵ってね、はい。まあ正直、やっぱりお地蔵様ってね、神様ですよ。ね、はい、首が落ちてしまってる、縁起が悪い不吉だってことで、結構全国にあったりはするじゃないですか。はい。ただそこの首なし地蔵っていうのはやっぱり本当にこう良くない場所ってことなんでしょうね。そうですね。おそらくそういうの悪ふざけみたいなノリでそういうことをするっていうのはよろしくない。特に首を触るなんていうことは、ね。それ何県とかって覚えてます？これ北関東のですね。北関東。ここだけは覚えてるんですけど。そこってご自身のチャンネルでやっぱり行こうとはもちろん思わないですよね。いや、何度か検索というか、まあ今ね、いろいろ検索できるんで行こうとは思ったんですけど、ちょっとやっぱりどこなのかが。あんまり思い出せない。もしくは閉鎖されてるという。そうか、当時ね、ロケバスでもう運転手さんがね、運転してくれて、僕らなんてただこう、着きました、あ、ここか、ぐらいのもんだから。そうですね。で、まだデビュー当時でそんなに仕事もあれだったんで、もう言われたことをやったみたいなイメージだったね、僕としても。全然覚えてなくて。本当にちょっと変な質問ばっかしてすいません。はい。そのグラビアの方って当時結構人気の方だったんですか？駆け出し、売り出しという感じですよね。まあ、ひらがな3文字の子だったんですけど。20年前の話なんであれかもしれないですけど、そういうことがありましたね。ただ僕もチャンネル確かに、首なし以上のいわくという、有名なとこだと、使徒堂の洞窟みたいのがありまして、首なし地蔵を3体見つけると死ぬっていういわくのところが、この間行ってきたんですけども。そこは、安全なことに、途中、もう地蔵が何百体もあるような、まあそこはいわくとしては源頼朝さんが隠れたってところなんですけど、まあそこで、まあ道中とかにもお地蔵さんがいっぱい置いてあるんですけど、確かに3つ以上あって。見つけちゃったんですか？僕見つけちゃって3つ。で、あ、やべえ死ぬと思ったんですけど、そのままどんどん先に行ったら、首なし地蔵もっとありまして、10体ぐらいあって。で、3体見たら死ぬなんで、僕ら10体見たんで大丈夫だなっていう。いや、わかんないです、その理屈。ただ、はい、ちょっと今お元気にね、いらっしゃるんで、きっと大丈夫だと思うんですけど。はい。だから本当にお地蔵さんのそういう曰くっていうのは、意外と真実なものもあるんじゃないかなとは思ってるんで、だから3体見て引き返すっていうことをおっしゃった人は本当に亡くなった方はもしかしたらいるのかもしれませんね。煙の立たぬところには火が立たぬというところで、はい、火のないところに煙が立たぬ。全然違いましたね。すいません。いや、はい、本当にはっきりと間違えたなと思って、はい、いやーちょっともう実体験の、はい、もう怖かったですね。その時はそうですね、もう気が動転というかしてましてですね、本当にそれでご自身がもうね、お笑い芸人辞めちゃってもおかしくないぐらいの。そうですね。ただその時、まあ実際を見たわけじゃなくて、僕は本当に血の海だけしか見てないんで何とも言えないんですけども、いやーちょっと本当になんかまた自分が知ってる場所だったりとか、すごくこう映像が浮かぶというか、はい、そういう番組での話だったので、いやーびっくりしてしまいました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそでございます。